はい、どうもランラン先生です。今日も元気な友達。はーい、はい、じゃあそれでは今日はなんとベガルタ仙台の応援をしていきたいと思います。今日はホーム最終戦ロアッソ熊本戦です。最近ここのところ全然勝ち星がないベガルタ仙台ですが、ホーム最終戦なので絶対に勝ちます。勝ってプレーオフに行きます。それではベガルタ仙台頑張るぞ。おー、勝利へは相当な熱量が今日は必要になりますね。そうですね、ボールをまあ握るっていう意味でも熊本に対してどこまでできるのかっていうところと、またツートップにするのかワントップなのか分かりませんけども、富樫選手を最初から入れてきたってところで、まあ、攻撃一戦となりました。第41節キックオフです。熊本のキックオフで始まりました。ゆっくりと後ろでボールを回していきます。川原は中央の位置、長いボールを高橋へ、ヘディングシュートいった、来たー、ナイス富樫、ナイス、来たよ、仙台です、ナイス、よっしゃー、1点先制。レッツゴー、テーマン、テーマン、はい、さあ後半です。絶対に勝ちます。ヘディング競ったところ、スローインになります。まあ、ただ今日の仙台は田村さん、はい、デュエル、そしてインテンシティ、非常に高いゲームを見せています。そうですね、ノーファールで奪い切るっていうところが非常にうまくいってると思うので、はい、まあ、球際のところだけ見せました。さあコーナーキック、ベガルタ仙台ゾーンで守る仙台に対して仕掛けてくるのを中に入れてくるヘディング、ここは同点に追いついた。変わった選手が流れを変えてコーナーキック、それに合わせて同点ゴール、熊本追いついて笑顔、大木監督。まあ、ここのねゾーンに巡るこのコーナーキック、ニアサイドにヘディング、来たー、よっしゃー、ナイスホギーニョ、ナイス、来たー、よし、ナイス、いいよー、オッケー、ナイス、ホギーニョ、いいよの質は。さあ最後集中していこう、まあ、キーパーの佐藤優也選手を出させない守備で、ベガルタ仙台、ベガルタ仙台、ベガルタ仙台、あと押し込みます。ベガルタ仙台、アディショナルタイム目安のボールが過ぎましたが、まだゲームは続いている。ベガルタ仙台、後ろに下げてターンです。ベガルタ仙台、裏取って、ベガルタ仙台、折り返し、クリアします。ここでさあ、ナイス、よし、勝った、やったー、よし、これでプレーオフへ残りました。ナイスシュー、ナイス勝利、大事なところでフォギーニョゴール、チーム総力戦ものにしました。ホーム最終節仙台です。お、及びませんでした。これで今シーズン仙台戦が、仙台が2勝ということになりました。さあ田村さん、はい、まあ、大きな仙台にとっては勝ち点3ということになりましたね。まあ、そうですね、攻撃的な勝利というところも含めて、まあ、今日の立ち上がりから素晴らしいプレー、はい、それではベガルタ仙台見事に勝利しました、イエーイ、ということで本日の勝利のグルメチャンネルコーナー、本日のグルメチャンネルの料理はこちらです。唐揚げくん北海道チーズ味です。さあそれではこの勝利の唐揚げくんをしっかり贅沢に味わっていきたいと思います。それではいただきます。それでは食べていきます。
バーイ。はい、ということで本日はベガルタ仙台が2対1で勝利しました。イエーイ。いやー、もう久々の勝利は本当に嬉しい。最近全然勝てなくて悔しい気持ちがたくさんあったんですけども、今日最後フォギーニョ選手のヘディングは本当に最高のゴールでした。このような形で次節も勝ってプレーオフ圏内の6位になって、まだまだ J1 昇格を目指して頑張っていきます。ベガルタ仙台の応援もこれからも頑張るぞ。おー、はい、ということでこの動画がいいと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。ランラン勝ち点3。